間違いなくここ25年で一番退屈なパーティーだったな。出席するたびなぜ来てしまったのかと疑問に思わずにいられん。カクテルパーティーは苦手だ。つまらない口先だけの奴らで溢れてる。あなたの作品を敬愛する方々もいらっしゃいます。誰もアートなど気にもかけておらん。その作品でいくら稼げるかしか興味ないんだよ。さあほら一杯やろう。あの騒ぎで喉が渇いたよ。スコッチをストレートですか？その通り。お医者様に怒られますよ。ふん、医者などクソくらいだ。自分の面倒くらい自分で見られるわ。スタジオの明かりを消し忘れたのか？いや、確かに消しました。警察を呼びなさい。デトロイト市警です。どうされましたか？ラファイエット通り8941カール・マンフレッドのアンドロイドです。帰宅したところ明かりがついていて強盗かもしれません。パトカーを行かせます。見に行ってみよう。レオ、何をしている？金くれないから取りに来たんだよ。こいつ一枚で大金になるんだろ。それに触るな。なあ、どうせそのうち俺のもんになるんだ。遺産の前払いってやつだよ。マーカス、今すぐ息子をここから追い出してくれ。早まらないで、こんなことをしても無意味です。あんたはいつも俺を拒むなあ。親父、俺じゃ不満か？こいつみたいに完璧じゃなきゃダメなのか？いい加減にするんだ。今すぐここから出ていけ。なあ、一体こいつのどこが俺よりいいってんだ？もう関わるな。ほら、かかってこいよ。マーカス、やり返してはダメだ。いいな、構うんじゃない。殴ってみろよ。ほら、どうして？お前それで人間のつもりか？やめろ。どうしたんだ、ビビってんのか？やめるんだレオ、やめろ。なんだ、殴る度胸もないってのかよ。お前は人間じゃないんだよな。ただのプラスチックの塊だろ。ダメだレオ、誰に手を出すか。お前をぶっ壊しゃ親父と俺だけになる。お前レオ、バカだお前は。レオ、バカな息子だった。カール、僕は ここにいればお前は廃棄されてしまう。さあマーカス、逃げるんだ。早く行け。さあ行くんだ。マーカス、そこを動くな。